ツノハシバミは、川の木下の落葉低木。別名、長ハシバミ。金煙種のハシバミと共に、日本に自生するハシバミ属の仲間の一つである。食用ナッツのヘーゼルナッツが実る西洋ハシバミは、ヨーロッパ原産の本種の金煙種である。幹は直立し高さ4から5メートル、計約15センチメートルになる。樹皮は、肺褐色で滑らかだが皮目が目立つ。若枝は、 海緑色。火器は3から4月頃で葉の展開に先立って、花が開き、死ゆ同種、死ゆこと花。尾花は、川の木下の他の仲間と同様にお城下城、開花時に下水する。尾花所の塔蓋は、橋ばみのように枝先につかずに、枝の途中につく。芽花は数個の花が、登場に集まり、ガリンに包まれたまま開花して赤い中頭が目立つ。葉は五生し 傭兵は0.5から1センチメートル、洋身は卵型、または東卵型で、長さ5から1 1トル、幅3から7センチメートル、基部は円形で、先端は尖り、円は血黒のある細かい二重巨子がある。洋面は表が単緑色で、裏が緑色、時として赤紫色の縁ができる。洋脈が葉の裏面に盛り上がる。傭兵や、 葉脈状に車状毛が生える。果実は9月から10月に熟し、1から4個が集まってつく。果実は、県下で、長さ1から1.5センチメートルの円錐形。果実を包む筒状の双方は、緑色で外面に霜を密生し、くちばし状に長く伸びた、独特の形であることから角端みの和名がついた。日本の北海道、本州、四国、九州、 朝鮮半島に分布する。四国と九州は少なく、伊豆半島には分布しない。温帯産地の日当たりの良い林園に生育する。喧嘩は、高褐色に熟したら、食用になる。果実を採取し、脂肪に気をつけながら、双方を向いて、喧嘩を取り出し、喧嘩の殻から取り出したナッツを食用にする。脂肪に富びみみで、渋みがなく生でも食べられるがいると香ばしくなる。 そのままでも食べられるが、茶碗蒸しや煮物、すりつぶして、和え物や菓子などの原料にも用いられる。ありがとうございます。